今日皆さんと一緒に調べてみる神様の御言葉は、試みという主題で、皆さんと共に神様の御言葉を考える時間を持ってみることにします。神様は人類に一番最後に下される大きな試みが一つあると言われました。その試みは何かというと、神様を見分ける試験です。 私たち人間と全く同じ姿をして神様がこの地に来られました。人の姿、そっくりそのままままとわれたので、人間と同じように空腹も感じられ、痛みも感じられ、苦痛も感じられ、人と同じ姿でこの地に来られ、全人類に神様を見つけてみなさい。 我々人人類は今約76億人ほどだと言われています神様は明らかに人類の最後の審判の日が来る前に肉体をまとってこの地に必ず来ると言われたのですがその神様を求め神様に出会わなくては永遠な命と永遠な天国に到達するものになることはできません神様を見つけて探し求めよと聖書は私たちに知らせています 神様を見つけるというのが試験問題だったのです神様が果たしてどこにいらっしゃるのか皆さん簡単でしょうか難しいでしょうか非常に難しい問題ですなぜこんな難しい問題を出されたのでしょうか世間でも小学校の試験問題よりは大学の入試問題の方がどうですかはるかに難しいです難易度もとっても高いです では司法試験となったらどうか考えてみましょう。いかがですか大学の入試問題とは比べ物にならないのではありませんかでは試験問題が難しいということは、その分、その試験に合格した人に対する社会的認知度や職責や職級がどうなるということでしょうかよりよく、より高くなるという意味ではありませんか 神様が終わりの天の民たちを天国の王の系統を引く祭祀にするとおっしゃったのに天の国で余養限りなく統治する人物たちとなればこの世で一番難しい試験問題を解いてこなければなりませんその問題を解かなくては天国の王の系統を引く祭祀の資格が与えられるでしょうか与えられません だから、姉野の生活の中でも、神様がイスラエルの民を試みられた理由の一つが、彼らが果たして、カナンの地に入って生活しても、神様に対する信仰と、神様に対する正しい精神を持って、カナンの地で生活することができるか。こうして、40年の姉野の生活の間、毎日神様が訓練されました。その中の一つが、 安息日についての訓練でしたね6日間は毎日マナを集めることができましたが7日目の安息日の日にはどうでしたかその日だけはマナを集めることができないようになさいました代わりに安息日の前日である金曜日には倍も降らせてくださいましたこんな内容を通してあれの40年の間に神様の定めと置きでと法を学べるようにされたでしょう そのような過程を通して彼らは偶像崇拝に陥ったり神様を試みたり不平不満も言ったりしてこうしながら結局荒野で全滅したという例を3500年前の孟瀬時代の歴史を通して見いだすことができます言うなればカナンの地に入れるかどうかという試験を受けたのです40年のあれの生活の中で 試験を受けたたところ誰が合格しましまかヨシアとカレブ20歳以上の者の中ではヨシアとカレブ以外には誰も試験に合格した者がいませんでした全員不合格でしたこんな杉し日の歴史を神様が私たちに教訓と影として見せてくださったならば私たちが今歩んでいる 信仰のアレノの道この荒れ野の道で現在私たちが受けるべき試みが小さな試みでしょうかなぜなら天国に行ってからもよ裕限りなく統治させる人々を神様が終わりの民として探しておられるからですそれでご自分を待望している人たちに救いをもたらすために2度目にこの地に来られると言われたのですが2度目にこの地に来られる時 神様を知っている人々に永遠の命を許しててくださるといいう約束が結ばれています神様のことを口では皆信じていると言いますね、主よ主よと言って、でも神様が選び分けられる特別な方法があります。私たちの生活の中で、試みという問題を通して、すべて神様が選ばれるようになっています。皆さん、ソロモンの裁判の名判決として、偽りの母親と本当の母親を言い当てた内容を、 聖書でで見られたことあるでしょう2人とも自分の息子だと言い張るのでソロモンはどちらがその子の母親なのか本当に知るすべがありませんでしたこの女の人が主張すればこの女の人が言うことが正しいようであの女の人が主張すればあの女の人が正しいように聞こえたからですその1人の子供をめぐって2人の女の人が自分の息子だと主張していた時その傍聴席にいた人々も誰一人 誰が本当の母親で偽りの母親なのか見分けることができませんでした。しかし、誰が本当の母親で偽りの母親なのか見分ける方法があったでしょう。この女の人も自分の息子だ、あの女の人も自分の息子だと言うから、神様からいただいた知恵を用いて、この子を二つに裂き、半分はこの女に与え、半分はあの女に与えよ。というから、一人の女の人は、 どうせこうなったからには私のものにもあの女のものにもしないで裂いて分けてくれと子供の命についてはちっとも気に留める様子がありませんでしたでももう一人の女の人はソロモン王の前に進み出て王様私のものにならなくてもいいですからどうかこの子をお助けくださいあの女の人にあげたとしてもこの子を殺すのだけはおやめくださいこの二人の女の人人女に 国名に現れた行動の違いを見たら誰が本当の母親かということは皆さんもあえて判決を聞かなくてもわかるのではないですか神様はいつもこんな内容を通じて私たちの心の中を叩いてみられ私たちの心を確認され信仰を点検されます天国の王の系統を引く祭司にさせなければならないのに誰にでも 天国を収めさせるようにするわけにはいかないじゃないですか神様はこのようにすべての人の心の中をまさにこの試みという過程を通じてすべて確認し点検なさいますこのあれの40年の生活の中でもエジプトの力解放させてくださりまた毎日マナーを降らしてくださり神様の数え切れないほどの奇跡も見せてくださり神様を信じています信じています 全てのイスラエルの民が神様を信じていますと言いましたが、神様は彼らに40年間アレノの道を歩かせながら様々な状況を与えてみられました。いろいろな状況を通して神様を信じないという事実が全て明るみになりました。シイ内山で40日間モーセが断食しながら神様から実戒を授かったとき、イスラエルの民は 人は本来1週間食べなくても死ぬというのに、モーセは40日間も山から降りてこないのを見ると、きっと彼は死んだはずだ、新しい指導者を一人立てよう、このようにして金の子牛の像を作って、身だらに仕えたでしょう。こうして偶像崇拝するということをしでかしたとき、神様は、 彼らに対して激怒されその日に3000人にも上る人々が殺されるというそのようなアレノの歴史があったではありませんかある状況が訪れた時私たちのありのままの信仰が現れます特別な状況でない時には誰もが全て良い信仰を持っているように見えますしかしある状況が与えられた時状況が与えられた時は試みの試験の点数が出ます ある人は50点、ある人は60点、ある人は100点の信仰を持っているということが状況の中で全て現れるため、神様が76億という人類を眺められるときに、果たしてその中で誰が天国の王の系統を引く祭司になれるのか。この試験をされるのですが、試験問題はとてもシンプルです。 神様を探し求め、信じさえすれば、その人には永遠の命をくださるという約束をなさいました。今日、私たちが、試みというこの主題を通して、王の系統を引く祭司の資格が、私たち全員に与えられるように、神様が施してくださった、恵みの中へと一度進んでいってみることにしましょう。弱音による福音書17章、2節の御言葉を一緒に見てみましょう。 あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは唯一のとの神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストをどうすることですか知ることですと言いました。仰せになることや行動されることすべてが私たちとあまりにも同じなので、 神様だとととと果たして信じるるここがでできるかということです神様だったら3ヶ月や10日召し上がらなくても何ともなくご健在であるべきのように思いますが40日断食されたのでイス様もひどく空腹を覚えられましたとてもお疲れの状態でしたですから悪魔が飛んできたんじゃないですか試みを仕掛けてきます 私たちところが神様だと信じなさいと言われるからですねこの問題が果たして簡単な問題でしょうか絶対にこれは初輪の時も簡単な問題ではありませんでしたが簡単なものではありません初輪の時は家様お一人を信じればよかったですが再輪の時は霊と花嫁お二人に対する内容を私たちが全て信じなければならず 見つける必要があるためこの問題は初臨の時に比べたら2倍も難しい質問だと言うことができますですが聖書は唯一のまことの神様であられるあなたとあなたのおつかわしになったイエス・キリストを知って初めて永遠の命に預かることができると私たちに教えてくださっていますでは神様がこの地に来られる時人類が簡単に理解し簡単に信じられるようにして来られるのか そんな風に来られるとしたら神様自体が試験問題になられはしません雲に乗って東から西にひらめき渡るように登場され今日ここに現れたと思ったら急に姿を消される何か私たちの考えでは超人的な姿をしきりに拝見できるとしたら信じない人がいるでしょうかいないでしょうかそうすれば正解をすぐ当てられるでしょう しかしとても平凡に誰が見ても見分けられないようにこの地に来られたので試験問題の中では非常に高難度の試験問題ですそれで神様を知るところには永遠の命というものがついてくる神様を知る人に永遠の命という祝福が与えられるという事実をヨ弱ネによる福音書17章で言及されたのです イザヤ書8章13節の見言葉を一緒に見てみましょう万軍の主をのみ聖なる方とせよあなたたちが恐るべき方は主見舞いにおののくべき方は主主は聖女にとってはつまずきの石イスラエルの両王国にとっては何になられると言われましたか妨げの岩、はエルサレムの住民にとっては何になられると 仕掛け網となり、罠となられる。多くのものがこれにどうなると言いましたか草またげられ、倒れて打ち砕かれ、罠にかかって捕らえられると言いました。多くの人々が試験に落ちてしまいます。40年の荒れ野の,の生活の中で、いろいろな環境へと、神様が40年間連れて歩かれながら、彼らの心の中に、 神様を愛する心があるのか信仰があるのか神様に対する情熱があるのか人が歩いていっても10日ならいける距離なのに40年を連れて歩かれながら彼らを点検されましたすべて試してみられました心にあることが何か神様の御言葉を守るかどうか従順に従うのかカナンの地にに入る前に 神様を正しく信じるのか信じないのかすべて試してみられました霊的な試験をしてみると皆落第点ですそんな状態ではカナンの地を財産として受け継ぐ条件に適さないため10日なら行ける距離を40年歩き回ることになったのですここのイザヤ書8章でも神様がつまずきの石になられ妨げの岩になられて エルサレムの住民にとっては仕掛け網となられ時には罠となられると言いました多くのものがこれに妨げられ倒れて打ち砕かれ罠にかかって捕らえられるこの試験に合格できない人々がそんなにも多いという意味ではありませんか皆さん今日この時代にも心理的に見ると頭ではすべて理解できます父がおられるべきで母がおられるべきで でも何か状況が訪れると私たちが果たして信じるのか信じないのかがすべて明るみになります頭で分かって理解するのと信じるのは違うでしょうヨアネによる福音書5章39節ですあなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究しているところが聖書は私について証しをするものだと言いました 神様を知ろうとすれば聖書を見るべきであり聖書が明かしするその神様を探し求めなければなりません唯一聖書だけが私について全て明かししていると明らかに神様が試験の範囲を指定してくださいました教えてくださったのですから一生懸命聖書を調べてみるべきではありませんか通常一般的な試験は予想できない問題が出題されるのでどうですか問題が解けなくて結局 間違った答えを書く場合が多くありませんかまた高水準の人材を選抜する試験では難易度が小学校の試験中学校の試験高校の試験よりもだんだんもっと難しくなりますこんな試験の特性を私たちが考えながら天国の王の系統を引く祭祀を選ぶ試験について一度考えてみましょう一体どれほどの難易度だろうか 神様を知って神様を信じる者たちがその栄光の座に進み出ることができるとこう教えてくださっているのに誰もがすべて知っている問題なのにもかかわらず何か状況が訪れた時私たちが持っている信仰がすべて表面に現れます特別な状況でない時は誰もが皆100点を取ることのできる非常に簡単な問題ですイスラエルの民も 特別なな状況でいい時は皆神様をよく崇めていましたしかし食料がなくなってまた水がないという自分たちが苦しみや痛みを感じるしかない環境になり立場になるとその時からは自分たちが持っていた信仰の本当の姿をあらわにし始めたのです今日の世の教会を見てくださいイエス様を信じていると言っていますか言っていませんか皆信じていると言いながら あなた方は私に向かって、主よ主しようと言いながらも、どうして私の言う通りに行わないのかということです。そんな御言葉のように、主をしようと言いながらも、イエス様が行いなさいと言われた御言葉を一つも行いません。理由が何ですか信じていないからです。信じていないから、それができないのです。イエス・キリストが本当に天地を作られ、 天国と地獄の鍵を握っておられるまことの神様であられるということを絶対に信じるなら神様が安息日を心に留め性別しなさいと言われたこの一言も簡単に軽々しく見なすことはできません。そうではありませんか。ではそうしなさいということは結局口と唇では信じると言っておきながら行いではどうするんですか否定する者たちです。 あなた方が口と唇では私を認めるが行いでは否定する者たちだと言われた御言葉のように、この終わりの聖霊時代にも天国の王の系統を引く祭祀に選抜される試験をされます。その試験が普通の試験でしょうか。第一に神様を知るべきである。調べる過程はすべて合格しました。第二に神様を信じるべきである。 これが今非常に大きな難関です。預言者イザヤの預言を見てみると多くのものが妨げられ倒れて打ち砕かれ仕掛け網と罠になられると聖書は記録していませんか簡単に言うと多くの人がその試験に合格できないという意味です。 頭ではすべて理解しました頭では皆しようしようと言うでしょうけれどある状況になると信じているのか信じていないのかすぐに明らかになりますソロモンの裁判の名判決でも二人の女の人が互いに自分の息子だと言い合った時ソロモンはその息子を公平に二つに分け合いなさいと知恵を用いました偽りの母親が子供が死んでも関係ない分けてくださいと主張し 本当の母親は私のものにならなくてもいいから子供の命だけは助けてください。そうすることで誰が本当の母親で誰が偽物なのかを見分けることができたように神様はそんな試練と試験を通して私たちの心の中にある誠の信仰を全て選び出しておられます。皆さん神様を知るのも重要ですが神様を正しく信じなければならないでしょう。 ヨネによる福音書1章10節の見言葉を見てみます。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉をどうしたと言いましたか認めなかったと言いました。神様が御自らこの地に来られたのに、世は神様を認めなかった。本当に残念で悲しいことではありませんか 言葉は自分の民のところへ来たが、民はどうしましたか王が来られ、自分たちが信じている、その信仰の対象がこの地に来られたというにもかかわらず、自分の民が誰も受け入れなかったと言いました。実に驚かざるを得ないことです。十二節です。受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人。 その名を信じる人々にはどんな報いをくださるのですか神の異なる資格を与えたと言いましたこれほど神様を見分けることが簡単なのですか難しいのですかはい難しくて当然です神様の子供誰でもなれるものではないでしょうアメリカの市民権一つ取ろうとしても長い時間がかかりますし彼らが要求する条件がどんなに多いことか それらが全て満たされて初めて市民権が降りるのに、天の市民権を受けることは難しいことです。また天の王の系統を引く祭子の資格が与えられる試験を、この精霊時代に生きている全ての人が今受けています。一生懸命私たちは教えてあげます。宣教して知らせてあげます。神様がどなたなのか。理解するところまではある程度到達します。しかし信じるまでになるには、 とても難しいです仕掛け網になられ罠になられ2,000年前この地に来られたイエス・キリストの状況だけ見てもイエス様の道を備えるためにまず先に使わされたエリアの使命によって来たものが誰でしたかバプデスマのヨハネでしたバプデスマのヨハネも最後自分の命が尽きそうな瞬間に弟子たちをイエス様のもとに送りました 本当に来たるべき方があなたですかヨアネによる福音書一章二十九節を見ると身を世の罪を取り除く神の子羊だと明かししたというのにです最後のその瞬間に来たるべき方が本当にあなたですかそれとも他の方を待たなければなりませんかすっきりと理解できる答えをくださいこんな状況なので神様を見分けるということ皆さん 絶対これはは簡単な問題ではありません知るのも簡単ではありませんが、信じるということは、より一層難しい問題だと言うしかありません。ですから、イエス様をナザレの異端だと言った当時の宗教指導者たち、ファリサイ派の人々、サドカイ派の人々、イエス様が私と父とは一つである、つまり私が神様だと宣言されたのに、誰も信じる人がいません。 むしろ神聖を冒涜したと石で打ち殺そうとしたでしょうこの試験にイスラエルのすべての民が脱落してしまったのです初代教会の生徒たちだけ除いてです今日試みというこの問題についてこの時代を生きていくときにどんな霊的な環境と状態に私たちが置かれているのかを知った上で信仰の道を歩んでいく必要があると言えます 神様がくださる数多くの試みその状況ごとに置かれている試みがあります見ておられないようでもその状況が結局その人の信仰を全て作り上げていますそれでヨアネによる福音書1章10節の御言葉を見ると世にあったが世は神様を認めなかったし自分の地に来られたが自分の民が受け入れなかったと言いました コロサイの信徒への手紙、1章26節です。世の初めから代々にわたって隠されていた秘められた計画が、今や神の聖なる者たちに明らかにされたのです。この秘められた計画が、違法人にとって、どれほど栄光に満ちたものであるかを神は彼らに知らせようとされました。その計画とは、あなた方のうちにおられるどなたですかキリストだと言いました。 神様は世の始めから代々にわすべて,て,ての人に対してご自分の存在を徹底的に隠してこられるので絶対に見分けられません永遠の命は神様を知ることにあるとヨアネによる福音書17章で明らかに知らせてくださったので知ってこそ信じることができるでしょうすでに1段階一時試験で落ちてしまうのです 知らないということで一次試験で落ちて、信じないということは二次試験で落ちる結果だと考えればいいです。神様を知っているだけで、信じられないから罪を犯しても、神様はご存知かな、悪いことをしても神様はご覧になるかな、正しくない環境の中にさらされていても、私の周りに見ている人は誰もいないのに、こんな内容によって罪を犯すのに。 大胆になってしまううとということですペトロの手紙1、2章4節の見言葉を見ましょう。この種のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い、生きた石なのですと言っています。人々からはどうされたと言いましたか見捨てられたと言いました。誰がですかこの地に人類を救いに来られたイエス・キリストが、2000年前、この地に来られたのに、 人々が皆見分けられず見捨てました私たちと全く同じ大工のヨセフの息子だとマリアの息子だとしてしか見ませんでした人の姿で来られたので分かるはずもありません何か神様が神聖で霊的な風貌をされて彼らが恐れ多くて近づくこともできない姿をされ目は燃え盛る炎のようで足は露で精錬された真鍮のようで 頭は白い羊毛のようで、想像を超えた、こんな姿でもし、イスラエルに登場されたとしたら、大祭司、立法学者、ファリサイ派の人、すべてのユダヤ人たちが、皆両手を挙げて、ハレルヤと受け入れたはずです。しかし、そんな姿では来られませんでした。どうしてだと言いましたか預言者、イザヤの預言のように、試みるための石としてこの地に来られたからです。 すべての人の信仰を一度点検してみられました点検してみると皆上辺だけの信仰でした神様を信じていると言いながら実際に神様が来られたのに見分けられず受け入れられないからですその数多くの知識が何の意味があり彼らが知っている多くの法律が何の意味があるのかということです神様を見分けられないのにこれが終わりの天の民にとっても とても重要で最も大きな試みでありこの問題を必ず解かなければなりません私たちが普通いる時にはこの問題を解くことはありませんが何か状況が訪れた時その問題をしっかり解いていける知恵のある私たちに皆さんなるべきではありませんか続けてマタイによる福音書13章を一緒に見てみることにしましょう10節です 弟子たちはイエスに近寄って「なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですか?」と言ったイエスはお答えになった「あなた方には天の国の秘密を悟ることがどうですか?」「許されているがあの人たちには許されていないからである」と言いましたこの天の国の秘密を悟る人がいて悟れない人がいると言いましたが私たちは悟る方のグループに属するよう神様が許してくださいました。これだけでも どんなに祝福されたことであり感謝すべきことですか全ての人々が悟れずにイエス様を批判し唾を吐き殴ってそうした彼らのすべての行為が結局すべて自分に返ってくるとは夢にも知らずにですこれこそ我々人類にとって初輪の時にも再臨の時にも非常に大きな試みなのです私たちはこの試みをうまく解決できるようになるべきではありませんか マタイによる福音書11章6節です。私にここで私というのはイエス様のことですね。イエス様のせいでつまずかない人は幸いであると言われました。イエス様が神様だと言われるから神様なのになぜああされるんだろう。神様が水も飲まれ神様がお腹もすかされ。 神様が道を歩かれるとき、サマリアの女と出会われ、シカルという町で水を少し飲ませてほしいと言われたら、喉が渇いたから水を飲ませてくれと言われたのではありませんか弟子たちと船に乗って行かれるとき、嵐が起きて、弟子たちがびっくり仰天しているとき、イエス様はその船で眠っておられました。神様がどうして寝るの神様がどうして人間と同じ食べ物を食べるの我々人間と同じように水を飲むの そんなことがすべて結局イエス様を見る目を遮る役割をするようになってしまったのですそれでイエス様が私につまずかないものは幸いであると言われました霊的世界を正しく見ることのできる人が幸いだと言われたではありませんかけれど幸いにも私たちの天の父は御自らこの地に来られ 終わりの天の民に非常に重要な贈り物を一つ与えていかれました。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、彼らには許されていないと言われた御言葉のように、私たちには誰を教えてくださってから行かれましたか天の母を教えてくださってから行かれたことが、私たちにとってどんなに幸いなことですかエリシャはエリアに、ヨシアはモーセに、 ペトロはイエス様に私はお母様に従うと言われたこの教えをくださらなかったとしたら今日私たちが母なる神様の存在を理解できたでしょうか自分で聖書を見ながら母なる神様を皆さんは探し出すことができますかこのことは 誰にもできないことで唯一どなただけがなさると言われましたかエリアの使命によって来られた神様つまり新しいなこの地に来られたキリストアンサンホン様だけがお出来になる宮座でしたニョアネの黙示録22章に一度移ってみましょう17節の御言葉を見てみます「霊と花嫁とが言うどうしろと言われるのですか?」 霊も知らず花嫁が誰かも知らないのに来なさいと言われるところに誰が行くことができるでしょうか「来てください」「これを聞く者も言うがよい来てください」と「乾いている者は来るがよい命の水が欲しい者は値なしに飲むがよい」と言われました知らないところには決して行くことができませんしかし霊と花嫁がなさることを見ると神様がなさる宮座を今なさっています その場面をヨアネの黙録7章17節の御言葉で見てみましょう玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり私たちをどこに導かれるのですか命の水の泉へ導き神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからであると言いましたこの命の水の泉に導かれ案内される方がまさにどなたですか 子であられる神様ではありませんかでは結局命の水を飲みなさいと仰せになられるこの霊と花芽はどなただということですか当然神様であられます神様でなければ私たちに命の水をくださることができますかできませんか皆さん神様を知らない人々が今日この地上にはとてもたくさんいます観念的な神様はよく知っています また啓示上学的なつまり霊的世界にいる神様については皆が皆認めると言葉ではそう言っていますしかし肉体の姿で三次元の世界に神様が来られてみると来られたその日から見分ける人がいません受け入れもしません尊ぶこともありません平凡などこにでもいる隣人程度に考えるのです この全てが結局、終わりの私たち、シオンのすべての子供たちが受けるべき一つの試験問題だということができます。父が答えを全て教えてくださったのにもかかわらず、その答えを答案用紙に書けない人たちがいます。答えを書かなくては試験が終了しないのにですね、この答えが本当なのか違うのか疑っているのです。多くのものがその方によって妨げられ、 倒れてつまずき打ち砕かれ捕らえられるイスラエルの住民には仕掛け網となり罠になられるそれだけ完璧にご自分の姿をどうされて来られるという意味ですか隠して来られました見分けられないようにして来られたのです見分けられないようにして置かれてペトロにあなた方は私を誰だと思うかと一度イエス様が尋ねられました ペトロがいつもデシャバルのが好きな弟子だったようですあなたはメシアイける神の子です答えをぴったり言い当てるのでイエス様はそれだけでも感心されどんな報いをくださいましたか私はあなたに天の国の鍵を授けるとあなたが地上でつなぐことは天上でもつながれるあなたが地上で解くことは天上でも解かれる 「あなたはメシや生ける神の子ですという試験問題に対する答えを言っただけでイエス様は大変喜ばれました皆さんどれほどこのことが大きなことであるなら神様を受け入れる者に神様の子になる資格を与えるとまで言われたのでしょうかこの問題を私たちが決して軽く見なさないで。 私たちが今知っている天の父、天の母に対するこの大きな祝福をサマリアと地の果てまで行って試みに陥っている人類にその試験問題に対する答えをすべて伝えてあげる我々シオンの子どもたちに皆さんなるべきではありませんか答えを伝えてあげても答案用紙に正解を書く人もいれば書かない人もいるでしょうしかし知らせてあげなければなりません早く述べ伝えてサマリアと地の果てまで ここのの福音ががて伝えられるる栄光の瞬間が1日も早く来ることを切に願いますそして私たちシオンのすべての子供たちは天の父と母を信じるその信仰をより一層固くして永遠の天国の故郷に帰った時神様が最も喜ばれる信仰でアブラハムよりもさらに良い信仰ノアよりもさらに良い信仰歴代のどんな信仰の先祖よりもさらに美しい信仰で。 永遠の天国の栄光に皆十分に預かることのできる皆さんと私に必ずなることを願います。これで説教を得ることにいたします。ありがとうございました。